どうも、キスケです。ということで、ドラゴンボールレジェンズ公式 X より、またしても新キャラクターが来るのか来ないのかわからない疑問系の情報が公開されました。これ何なんこの疑問系？ニューファイター？味しめてんじゃねえぞ、マジで。意味がわからん。まあ、ちょっと冗談は置いといて、どうでもいいんやけど。新キャラの、まあ、ヒントですよね。で、23日の、23じゃないわ、13日の23時から、ゆるレジがやると、いうことで、まあ、新キャラ発表があるという形になるんですけど、もう何なんだこれは、という感じですよね。パズルのピースに、まあ、69っていうエッチな数字が書かれてるという感じなんですが、まあ、これは、16進数らしいですね。俺が気づいたわけじゃないですよ。リプランとか見てみると、らしいわ。で、これを、パズル順に並べてあげると、答えが出るということで、まあ、その答えは何なのかっていうと、16号。Android 16号で出るらしい。なので、人造人間16号は確定になります。まあ、問題はね、16号が、どういう形で出るんだっていうのがやっぱ一番大事ですけどね。まあさすがにイベントさんはないと思うんですよね。まあなんでかって言ったら、16号の新キャラクターなんてもう当分来てなくない？全然来てないよね。だからこの辺で多分通常スパーキングとして、まあガシャさんとして、実装するんじゃないかなって思うんですよね。さすがにこれはガシャの副産物の16号だと思います。もう最近のこのニューファイター疑問系のヒント画像って、もう付属のキャラしか出さんようになったから、目当てのキャラクターは全然出さんようになったんで、まあ、ちょっと面白みに欠けはするんですけど、まあそれが、まあ、16号だという形になりましたね。で、ここで16号でしょう。で、僕の予想だと、その次のガシャは、まあ、リミテッドないしは通常スパーキング2体出して、で次のガシャでウルトラの目玉出すっていう予想だったんですよね。で、そのウルトラが親子カメハメハの孫悟飯なんじゃないかなっていうことを言ってたんですよ。けどここで16号ってことは、リミテッドの親子ご飯なんじゃねっていう、そういう予想ができちゃいますよね。ちょっと画像出すの忘れたけど、まあ、16号と、リミテッドの親子ご飯、この2体が次のガシャの新キャラクターとして登場するんじゃないかなっていう感じはするかな。いや、どうなんでしょう。どうなんだろう。いや、俺の予想と違ったな。まあ、出るキャラクターは親子ご飯は、まあ、どっかのタイミングで出るだろうなとは思ってたけど、まさかのここ。だから、リミテッドとして出すのかな。てか、そう考えるとさ、リミテッドしか出てなくね？ここ最近。全部リミテッドじゃない？たまらんちは、それは。通常スパーキングのガシャをさ、なんか出してくれないと意思が足らないよってなっちゃうんですが、まあ多分リミテッドでしょうね。16号と全く関係ないセル編のキャラクター出すとは思えないんだよな。ここでセル出すの？そんなことないと思うんだよな。だから16号プラス親子ご飯、レジェンズリミテッドのっていう形になるんじゃないかなって思います。それか、まあ面白い性能を考えるとしたら、16号が破壊されると、頭ぐちゃって潰されると、でスーパーサイジン2のご飯が出てくるっていう、みたいね。 みたいね。そういう演出があるなら。だからさ、復活パイクーハンみたいにさ、こうパイクーハンがやられてゴジータが出てくるっていう演出があるわけでしょ？あれみたいに、こう16号の、頭が飛んできて、こうキャラクターにぐちゃって潰さして、
こうご飯が覚醒するっていう、そういう演出があったらね結構面白いなとは思うんですけど、面白いなとは思いつつ地獄のような環境になるね、そうなっちゃうと。だって今でもさ孫一族超強いやんね、身勝手悟空バーダックでしょ、そこにそんなね復活16号みたいな、復活パイクーハンみたいなキャラクターが登場しちゃうと、さすがにちょっとそうは問屋が下ろさねえやいみたいな感じになっちゃうと思うんで、ここでその演出は切らないんじゃないかな、どうでしょうかね、うん、なんかねそのパズルのピースもバラバラになってるわけでしょ、まあパズルやからっていう理由もあるけど、これが16号の頭ぐちゃっとなってんのを表してるみたいな、その可能性もあるよねっていうのを考えるとちょっとわからんね、うん、僕の予想は、通常スパーキングの16号でレジェンズリミテッドの親子カメハメハご飯が次のガシャで来るんじゃないかなって思います。じゃあウルトラはいつ来るんだということになるよね、だって去年だともう1月末にウルトラヒット出てるわけですよ、順序的には。だからもう出てないとおかしいレベルなんですよね。だから、まあ、遅くても2月中に1体はウルトラ来ると思うんですよ、タイミング的には。でそのウルトラが親子ご飯じゃないなら何になるんだって考えた時にウルトラベジータですよ、これしかないっしょぶっちゃけ。セルじゃないよ、ウルトラスーパーベジータです。うん、これだわ、分かっちゃいました僕。ウルトラスーパーベジータで最初の演出筋肉ムキムキってなって、俺がスーパーベジータだで試合開始、これ以上かっこいい演出ないからねレジェンズで。うん、いやあると思うな、多分そうじゃね、リアルに。別にその冗談で言ってるわけじゃなくて、ガチで現実味帯びてきたくない、あのスーパーベジータがウルトラで来るっていう。まあ確かにウルトラのベジータっていないっすもんね、ガシャさんで。無料のねスカウターベジータはいるけど、ガシャキャラクターとしてはいないでしょ、いないよね確か。悟空はもう2体もいるしね、うん、身勝手もいるし、でウルトラ海洋拳もいるし、そう考えるとちょっと不遇すぎるわベジータが。だからここいらで、まあ、ベジータのウルトラを1体ぐらい出しといて、そのベジータファンをちょっと落ち着かせるっていう、なだめるっていう、どうどうどうみたいな、ウルトラベジータ出すよどうどうどうみたいな、落ち着けみたいな、そういう感じにするんじゃないかなっていう、感じかな。結構ねレジェンズ運営ってね、その全然触ってなかったキャラクターを突然大量にぶっ込むみたいなことするじゃない、悪の系譜もそうやし、 GT もね最近そうやし、フェスティバルっていうか去年一回も触れられなかったから GT キャンペーンで全ぶっぱしてこう超強くなるみたいな、そういうことしてくるんで、最近ベジータの単体キャラクターマジで出てないから、ここいらでこうベジータファンを落ち着かせるようなウルトラスーパーベジータを出すんじゃないかなとは思うかな。うん、ヒートドームトランクスとかもね前回覚醒してるし、ワンチャンあると思います。じゃあね、今回のエピソードの名前知ってる？皆さんここに書いてるけど、エピソード Z セル編キャンペーン、じゃあセルは出ないのっていうことなんですけど、多分出ないんじゃない、だってフリーザ編でフリーザ出てないでしょね、だから出ないと思うよ俺セル、ウルトラセルはないと思うわさすがに。いやあるか、いやどうだろうな、いや俺もうセルいいねんけど好きやけどね、セルめちゃくちゃ好きやけど、セルなんか出しすぎじゃない？そう考えると、去年もなんかねセル編のキャンペーンじゃないにもかかわらず自爆セルとか出たし、イエローのねパーフェクトセルとかも全開覚醒してるし、第二形態から完全体に変身するセルとかも出てるし、
出しすぎなんですよ、マジで。単体性能の単体キャラクターとしてベジータどんだけ出てないか分かってます？皆さん、周年から出てないんですよそう考えるとやばいなって思ってるんで、いやセル出なくてウルトラスーパーベジータを出してっていう流れなんじゃないかなっていう感じかな。うん、だから今回のセル編キャンペーンでセルは出ません。普通にやります、そういうこと。運営は、はい、アホみたいなこと意味わからんよ。フリーザ編キャンペーンでフリーザ出さない運営なんで、セル編キャンペーンでもセルは出さない。うん、だから僕の予想は、まあ、今画像出てるよね、このがつあの公式 X の画像ヒント画像通り、通常スパーキングとして16号で、リミテッドキャラクターとして親子ご飯、まあ、16号と一番関わりがあるのはそこやから、まあ、リミテッドのご飯なんじゃないかっていう予想で、目玉ウルトラスーパーベジータ出すんじゃないかなって思います。はい、皆さんはどう予想しますか？よければコメント欄で予想を教えてください。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。